三つくり平滝大橋は長野県下見の地群栄村の千曲川に架かる長野県道408号三つくり飯山線の橋町169.0メートルの桁橋。三つくり飯山線は三つくり赤石間が交通不能区間であり、緊急輸送道路としては国道117号が唯一であった。このため2011年3月12日の長野県北部地震で 国道117号や長瀬横倉停車場線の百合橋が被災したことにより集落が一時孤立した。そこで長野県は復興事業として2012年度より見つくり、飯山線の見つくり赤市間を千球川に2橋を加強し平滝地区を経由する延長2470メートルの経路で事業に着手した。この2橋のうち見つくり平滝間にかかるのが 三つくり平滝大橋である。この復興事業では、国道117号の代替機能、集落孤立化の解消、産業の活性化が、整備効果として挙げられており、栄村震災復興計画にも位置づけられている。元橋は、三つくり大橋の仮床で三つくり飯山線三つくり、明石港区の一部として建設が進められた。三つくり飯山線事業は二千十二年度に着手し、 上部港1高区は須藤により、2014年度から主ゲタ制作が行われ、2016年に仮設が行われた。三つくり平滝大橋は2017年11月15日に取付区間を合わせた延長379メートルが開通し、三つくり平滝間が結ばれた。なお、赤石橋を含む残区間は2020年11月9日に開通している。 本事業の完成をもって、長野県北部地震復興事業が完了した。ありがとうございます。